ことも多々、あるような形ではございますけれども、今日のドライバーさんはもうベテランさんですからね、もうトイレの位置もすべて分かっていらっしゃいますのでご安心くださいませ。で、また皆様シートベルトも必ずご着用をお願いをいたします。で、順調に行きますと大体11時ぐらいにクエンカに到着という形ですので、クエンカでですね歩いて観光していただいてですね、変わった家を見ていただきます。宙吊りの家ですね。で、カテドラルと呼ばれております大聖堂ですね。こちらクエンカの大聖堂は少しですね他のところと違っておりますのでですね、まあ、それは見てのお楽しみという形で、で、街並みを散策していただいてから、今日はお昼ご飯はクエンカで召し上がっていただきまして、それからですねクエンカからマドリッドへと移動してまいります。また道中距離がありますからゆっくりとですねお休みをいただきながら、そしてマドリッドに着きましたらですね、観光のメインとなりますのがプラド美術館でございます。非常にですねたくさんの、所有物、絵がありますのでですね、お時間がある限り皆様で楽しんでいただくという形でございます。有名な画家がたくさんおりましてですね、絵がお好きな方だと本当に一日中美術館にいたいなというぐらいのですね、非常に大きなところでございます。で、スペインを代表する画家ですね、ゴヤまたベラスケスもですねたくさんの、絵画をこのプラド美術館に置いておりますのでですね、また美術館の前にですねそのあたりマドリッドのですね話も含めてお話をさせていただこうと思っております。そしてもう一つですね、今回はマヨール広場というところも入っております。マヨール広場周辺はですね、バスがなかなか止めることができないので、少し離れたところに止めてからですねちょっと歩いていただかないといけないのではないかなという形でございます。マヨール広場はですね、スペインの方の、まあ、憩いの場というような形になっておりますので、まあ、大きな広場、公園のような形になっております。で、広場を囲むように建物がありまして、1階はお店が入って、その上ですね2階から上は住居という形で使われております。非常に変わった広場になっております。で、スペインにですねこの来る前に少しスペイン語をですね勉強しようかなとですね思われていたお客様、私もですね NHK というですねチャンネルの語学番組をですね非常に活用して、いろんなですね言語を勉強している形ではありますけれども、もちろんスペインだけではなくてちょっといろんな国にですね行けと言われた国に、仕事に行っておりますのでですね、その度にいろんな言語をですね使いますと頭もこんがらがりますのでですね、行く前にその番組を活用しながらですね、来てたりするわけなんですけれども、最近 NHK はですね、月曜日はフランス語、火曜日はイタリア語、水曜日はドイツ語のような形でですね、毎週、夜の11時25分からですね、各国の言語のですね、番組があるんですけれども、スペイン語は毎週金曜日にですね、11時25分から、放送されているんですけれども、一番最初はマドリッドからですね、舞台になっておりまして、そこでですね、マヨール広場も実は、その語学のですね、番組の中で、出ておりましたので、もしかしたらですね、ちらっと見た方もいらっしゃったかもしれないです。その番組ではマヨール広場のですね、その2階から上に住居があるんですが、そのマヨール広場でマドリッドでお家を借りてみようと
で、その場合、家賃がいくらかかってどのぐらいの広さでですね、どのような間取りでどのような雰囲気で住めるのかというのをですね、実際に体験してみようというような、そういうのでですね、放送されていたのもありますので、見られた方はですね、行くと、ああ、ここ見た見たという形でですね、思い出される方もいらっしゃるかと思います。ね、非常にですね、気さくな方が多くて、今からお部屋見せてもらっていい？って声をかけてですね、そのまま、見ず知らずの人をですね、お家にあげてお部屋を見せてくれたりという、まあ、なかなかそういうですね、スペイン人の方、マドリッドの街中にいらっしゃる方は少ないかとは思いますけれども、場所場所によってですね、一軒家を持っているところの方ですね、一軒家を持っているところの方は、大体お家にですね、中庭というものを設けてたりするんですけれども、こちらではパティオという名前で呼ばれておりますけれども、大体パティオがあるのは南の方のですね、お家の方、一軒家を持っているお家の方ですね、その場合は中庭にですね、ものすごく力を入れておりまして、パティオのコンテストというものもですね、開催されているぐらいというところですから、お家の方は他の人に見せたくてたまらないということですから、通りを歩いておりましてですね、ちらっと中庭が見えて、わあ、すごく素敵だなと思ってですね、その持ち主の方にちょっと見せてもらってもいいですかと声をかけますと、必ずですね、どうぞどうぞと招き入れてくれるというのが南の方の、パティオを大事にですね、作っていらっしゃるお家の方という形でございます。